タリアメント川は、イタリア共和国北東部を流れる河川。アルプス山脈に橋を発し、アドリア海へと注いでいる。フリウリベネツィアジュリア州とベネト州との間に位置する、マウリア峠に橋を発する。上流部は、ウーディネ県北西部のカルニア地方を流れる。中流部は、猛城流路をなしており、中流から下流にかけては、ウーディネ県とポルデノーネ県の境界となっている。 カリュブは、ウーディネ県とベネツィア県の境界を流れており、アドリア海のベネツィア湾に注ぐ。流域面積は2 9 1 6トル、流域人口は約16万5千人。カルニア地方とその他のフリウリ地方の山岳部のほぼすべての川が、タリアメント川の水系であり、ウーディネ県の面積の86.5%が流域に含まれる。 川沿いの主要な町としては、トルメッツォ、ジェモーナデルフリウーリ、サンダニエレデルフリウーリ、スピリンベルゴ、カザルサデッラデリーツや、コドロイポ、サン、ビートあるタリアメントなどがあり、川口部には、ラティザーナ、サン、ミケーレあるタリアメントの町がある。タリアメント側は、イタリア語による名称である。フリウーリ地方で話されている、フリウリ語では、ティラメントという名称が、 標準的に用いられる。フリウリ語の処方ことでは、タイアメント、ティラメント、タイアメント、ティモント、トゥーメントなどとも呼ばれる。ベネト州で話される、ベネト語では、タジャメント、イタリア北東部でも話される、スロベニア語では、ティルモントと呼ばれる。ラテン語では、ティルキャベンテム、または、タリアメントムと呼ばれた。また、中世においてはドイツ語でダルメンドと呼ばれていた。 ピンツァーノを流れるタリアメント川タリアメント川の源流はマウリア峠付近標高1195メートルの地点である。この地点はベッルーノ県に属するロレンツァーゴデカドーレの域内であるがホルニディ、ソプラトの境界線のすぐ北西にあたる。ここから流れ出したタリアメント川の上流部はカルニックアルプス山脈と平行に西から東に流路を取り、 ウーディネ県北西部のカルニア地方を流れる。最初に出会う主要な支流はルミエー川で水源から2 6トルの地点で下岸から合流する。川の流れはピンツァーのアルタリアメントを通過すると南に向きを変え、平坦な地形の中で猛状流路となって川幅を広げる。スピリンベルゴ付近ではその幅は3トルに達し、多くの分流をなす。 この部分の川床は砂利が多く、しかも透水性が高いため、ここでほとんどの河川水が伏流水となってしまう。コドロイポやカザルサデッラデリーツや付近で伏流していた水は再び地上に湧き出し、川は元通りの流量に回復するが、川幅は約180メートルほどまで狭まる。リニアのサッピア道路とサンミケーレアルタリアメントの間で、 ベネツィア湾へと注いでいる。源流から川口までの距離は、約1 7 8トルである。ボジノデルフィウメタグライアメント、2011年8月30日、閲覧リチャード JA、J. A. トルバート、エド、バーリントンアトラスオブザグリークアンドロマンワールド、マップバイ、マップディレクトリ、P279、アイプリンストン、NJ& オクスファーフ、UK、 プリンストンユニバーシティプレス ISBN 0691049459ありがとうございます。